渋野日向子ホールインワン、東尾理子懸念語る。渋野日向子のホールインワンに東尾理子が懸念。女子ゴルフ界に衝撃走る。まさか、信じられない、圧巻。渋野日向子が女子ゴルフツアーでまさかのホールインワンを達成。その瞬間、ギャラリーからは歓声と驚きが渦巻いた。しかしその裏で女子ゴルフ界のレジェンド東尾理子が懸念を表明。一体何が起こったのか。東尾理子は自身の YouTube チャンネルで、渋野選手のホールインワンは素晴らしいですが、同時に懸念もありますと語り始めた。その懸念とは、渋野選手の精神面に影響が出ないかということだ。ホールインワンはゴルフ人生において最高の瞬間の一つです。しかし同時にプレッシャーも大きくなります。次の試合で同じように良い成績が出せなかった場合、精神的なダメージが大きくなってしまう可能性もあるでしょうと東尾理子は指摘する。実際渋野選手は過去に好成績を残した後、スランプに陥った経験がある。東尾理子はこの経験を踏まえ、渋野選手が今回のホールインワンによって再びスランプに陥ることを懸念しているのだ。渋野選手には周りのサポートと自分自身への冷静な分析が必要だと思います。今回のホールインワンを糧にしてさらに成長していくことを期待していますと東尾理子は締めくくった。ネット上でも東尾理子の懸念に賛同する声が多数上がっている。確かにホールインワンは嬉しいけど、プレッシャーも大きくなるよね。次の試合が心配。渋野選手には周りのサポートが不可欠だと思う。一方中には東尾理子の懸念を否定する声も。東尾さん、ちょっと心配しすぎじゃない？渋野選手は強いから大丈夫。むしろホールインワンで自信をつけてさらに活躍してくれることを期待している。中島恒幸の鋭い指摘。渋野日向子ホールインワン、衝撃。中島恒幸が渋野日向子のホールインワンにダメ出し。その理由とは、女子ゴルフ界のレジェンド中島恒幸氏が渋野日向子のホールインワンについて自身の経験に基づいた鋭い指摘を行いました。あのホールインワンは確かに素晴らしい。しかし彼女にはまだ改善の余地があると中島氏は語ります。一体中島氏が指摘したのはどんな点なのでしょうか。中島氏は渋野選手のホールインワンのスイングについて、あの距離からあの精度で打てるのは素晴らしい。しかし彼女の体の使い方にはまだ無駄がある。もっと効率的に力を伝えられるはずだと分析しました。具体的にはスイング中の体の回転やクラブヘッドの軌道について改善点があると指摘しています。彼女は才能に恵まれた選手だけど、まだ若い。これからもっと成長できるポテンシャルを持っている。だから細かい部分を徹底的に修正してさらなる高みを目指してほしいと中島氏は期待を込めて語りました。中島氏の指摘は渋野選手にとって貴重なアドバイスとなるでしょう。彼女はこの指摘を真摯に受け止め、さらなる飛躍を目指していくことでしょう。ネット上では中島氏の指摘に対する様々な意見が飛び交っています。中島さんの指摘は的を得ている。渋野選手はもっと技術を磨く必要がある。確かにまだ改善の余地はあるかもしれないけど、あのホールインワンは素晴らしかった。中島さんのコメントは渋野選手にとって励みになるだろう、など様々な意見が出ています。渋野選手は中島氏の指摘を参考にさらなる成長を遂げるのでしょうか。松山英樹が研究。渋野日向子のホールインワン。松山英樹が研究。渋野日向子のホールインワン秘訣を徹底解説。松山英樹が女子ゴルフ界のスター渋野日向子のホールインワンを徹底研究。その技術とメンタル、そしてゴルフに対する情熱を紐解き、松山英樹ならではの視点で分析します。渋野日向子のホールインワンはゴルフファンなら誰もが記憶に残る瞬間。その美しい弧を描くショット、そして歓喜の表情は多くのゴルファーに勇気を与えました。
松山英樹は、渋野日向子のスイングやコースマネジメント、そしてメンタル面にも注目し、その卓越した技術と戦略の裏側を探ります。渋野選手のホールインワンは、まさに奇跡でした。あれだけ、ピンに、正確にボールを落とすには、並外れた集中力と技術が必要だと思います。彼女のゴルフに対する情熱は、私にとっても、大きな刺激になります。と、松山英樹は語ります。松山英樹は、渋野日向子のホールインワンを研究することで、自身のゴルフにも活かせるヒントを得たと話しています。渋野選手のホールインワンを参考に、自分のスイングやコースマネジメントを見直すことで、より安定したプレーができるようになりました。彼女の精神力からも、多くのことを学びました。松山英樹の解説を通して、渋野日向子のホールインワンの魅力を再認識し、ゴルフの奥深さを、さらに深く理解することができます。ネットの感想。松山英樹の解説、すごくわかりやすい。渋野選手のホールインワンを改めて見直したくなりました。渋野選手のホールインワンの秘訣が知れて、ゴルフがもっと楽しくなりそう。松山英樹が語る渋野選手のメンタル面、本当に興味深い。渋野選手と松山英樹のゴルフに対する情熱を感じられて感動しました。石川遼の指導。渋野日向子の軌跡。石川遼が語る。渋野日向子のホールインワン秘話。女子ゴルフ2024。石川遼が、女子ゴルフ界のスター、渋野日向子のホールインワンについて、貴重なアドバイスを公開。2024年、渋野日向子が成し遂げた奇跡の瞬間の裏側、そして、石川遼が語る技術論やメンタル面での秘訣を余すことなくお届けします。あのホールインワンは、日向子ちゃんの努力の賜物です。彼女の持ち味の積極性と、技術の向上、そしてメンタルの強さが生み出した奇跡だと感じています。と、石川遼は語ります。動画では、石川遼が、渋野日向子のスイングを分析し、その技術的な特徴や、メンタル面での強さを解説。さらに、石川遼自身が実践しているトレーニング方法や、試合に臨む際の心構えを公開します。技術はもちろん重要ですが、メンタル面も、ゴルフにおいては非常に大切です。日向子ちゃんは、プレッシャーの中でも冷静さを保ち、常に前向きにプレーをしています。そのメンタルの強さは、まさに彼女の持ち味です。と、石川遼は力強く語ります。石川遼の貴重なアドバイスと、渋野日向子のホールインワン達成の裏側を、この動画でぜひご覧ください。ネットの感想。りょうくんの解説、いつもながらわかりやすい。ひなこちゃんのホールインワンの秘密がわかった気がする。メンタル面の話が、特に印象に残った。やっぱり、トップアスリートはメンタルも強いんだな。ひなこちゃんのスイング、改めて見ると美しい。りょうくんの解説で、さらに理解が深まった。りょうくんとひなこちゃんの組み合わせ、最高。これからも、二人の活躍に期待。ゴルフ好きなら、絶対に見るべき動画。技術論もメンタル論も参考になる。りょうくんのアドバイスが聞けて感動した。樋口久子。渋野日向子、ホールインワン。衝撃樋口久子が、渋野日向子のホールインワンを痛烈。その理由とは？信じられないわ。あの状況でホールインワンなんて、ありえないでしょう。そう語るのは、レジェンドと呼ばれる女子ゴルフ界の重鎮、樋口久子さん。渋野日向子が、2024年シーズン開幕戦で放った奇跡のホールインワン。その瞬間、ギャラリーからは歓声が沸き起こり、テレビ中継では、解説者が、興奮気味に実況していました。しかし、その歓声とは裏腹に、樋口久子さんの表情は曇り、厳しい言葉が飛び出しました。あの場面でホールインワンを狙うなんて、考えられない。プロとして、もっと冷静に状況判断をするべきよ。樋口久子さんの言葉に、ネット上では賛否両論が巻き起こっています。確かに、あの場面では、ホールインワンを狙うより、安全にパーを拾うべきだったのかもしれない。でも、あのホールインワンは、奇跡。渋野選手は、素晴らしいプレーをしたんだから、もっと褒めてあげればいいのに。
一体、樋口久子さんは、なぜ渋野日向子のホールインワン、をしたのでしょうか？その理由を探るべく、関係者への取材を行いました。すると、ある衝撃的な事実が明らかになったのです。樋口久子さんは、実は、渋野日向子と過去の確執があったことを告白しました。あの時、私は、彼女に厳しく指導したんです。でも、彼女は、私の言葉を理解しようとしなかった。あの時の悔しさは今でも忘れられないわ。樋口久子さんは、渋野日向子のホールインワンを、過去の自分への挑戦と捉えていたのです。あのホールインワンは、私が彼女に教えたことを全て否定しているようなものよ。だから、私はどうしても許せなかったの。樋口久子さんの言葉は、私たちに、多くのことを考えさせてくれます。指導者と選手の間に生まれた確執、そして、その確執が引き起こす悲劇。横峯さくら解説。渋野日向子ホールインワン。衝撃横峯さくらが語る渋野日向子のホールインワン。天才的なショットの裏側に迫る。信じられない。まさか日向子がホールインワンを達成するとは。そう叫んだのは、解説席の横峯さくら。渋野日向子の鮮やかなホールインワンに、誰もが驚愕した。しかし、横峯さくらは、ただ驚くだけでなく、その裏側に隠された日向子の天才的なショットを読み解く。あのショットは、まさに、日向子の持ち味である、大胆さと繊細さが融合した結果でしょう。あの距離、あの風の中、あの角度から入れるなんて、彼女は、本当に特別な才能を持っています。横峯さくらは、自身の経験を踏まえて、日向子のショットを詳細に分析。その技術だけでなく、メンタル面についても、深い洞察を見せる。日向子は、プレッシャーの中でも、いつも冷静さを保ち、自分のプレーに集中することができます。それは、彼女がこれまで積み重ねてきた、努力と経験の賜物でしょう。さらに、横峯さくらは、日向子の今後の活躍についても、期待を寄せる。日向子は、まだまだ、成長の余地があります。これからも、彼女が、どんなプレーを見せてくれるのか、本当に楽しみです。横峯さくらによる、渋野日向子のホールインワン解説。天才的なショットの裏側、そして今後の活躍について、貴重な洞察が満載です。ぜひご覧ください。ネットの感想。横峯さんの解説、いつもながらわかりやすいし、深い。日向子ちゃんの才能が、改めてよくわかった。日向子ちゃんのホールインワン、何回見ても感動する。横峯さんの解説で、さらに理解が深まりました。横峯さんの解説は、プロの視点が聞けて、本当に勉強になる。日向子ちゃん、これからも頑張って。この動画、何回も見ちゃう。日向子ちゃんの魅力が爆発してる。横峯さんと日向子ちゃんの組み合わせ最高。石川遼の解説。渋野日向子、ホールインワン。石川遼が語る、渋野日向子のホールインワンの秘密。石川遼が、渋野日向子の圧巻のホールインワンについて、自身の経験を交えながら、深い洞察を語ります。女子ゴルフ界のトッププレイヤーである渋野日向子の技術、メンタル、そしてゴルフに対する情熱を、石川遼が、独自の視点で分析します。渋野日向子のスイング、コースマネジメント、そしてメンタル面での強さ、そして、その全てを支える彼女の情熱。石川遼は、これらの要素が、どのように、ホールインワンという奇跡を生み出したのかを解説します。渋野選手のホールインワンは、まさに奇跡でした。あの状況で、あのショットを打つことができるのは、並大抵の技術ではありません。彼女の冷静さと集中力、そして、技術の高さに改めて感嘆しました。渋野選手は、常に笑顔で、周囲を明るくしてくれる存在です。しかし、その笑顔の裏には、並々ならぬ努力と強い意志があると感じます。彼女のゴルフに対する情熱は、まさに圧巻です。渋野選手のホールインワンは、多くのゴルファーに勇気を与えるものだと思います。どんな状況でも、諦めずに努力を続ければ、夢は必ず叶うということを証明しています。石川遼の解説は、渋野日向子のホールインワンの技術的な側面だけでなく、彼女のメンタル面、
そしてゴルフに対する情熱という、より深い部分を明らかにします。ゴルフファン必見の内容です。ぜひご覧ください。ネットの感想。石川遼さんの解説はいつも勉強になります。渋野選手のホールインワンの秘密がわかりました。渋野選手のホールインワンは本当に感動しました。石川遼さんの解説でさらに深く理解することができました。渋野選手と石川遼さんの対談、ぜひ見たいです。ゴルフに興味がない人でも楽しめる内容でした。石川遼さんの分析力、さすがです。渋野選手のホールインワン、何度見ても興奮します。石川遼さんの解説のおかげで、ゴルフの奥深さを知りました。渋野選手の笑顔に癒されます。石川遼さんと渋野選手の組み合わせ、最高です。ゴルフに興味を持ったきっかけになりました。石川遼さんの解説、本当にわかりやすいです。渋野選手の努力に感動しました。石川遼さんの解説、これからも期待しています。渋野選手の今後の活躍が楽しみです。石川遼、渋野に懸念。ホールインワン、衝撃。石川遼が渋野日向子のホールインワンに懸念を表明。女子ゴルフ界に衝撃が走る。石川遼が渋野日向子のホールインワンについて懸念を表明したことが話題となっています。2024年の女子ゴルフ界は渋野の活躍によってさらに盛り上がりを見せていますが、石川遼は彼女のプレーに懸念を抱いているようです。石川遼は渋野日向子のホールインワンについて素晴らしいショットだったけど、正直ちょっと怖いなと思ったと語っています。彼は渋野のショットの精度とパワーを高く評価しつつも、その一方で彼女のショットが時に危険な状況を生み出す可能性も指摘しています。石川遼は渋野日向子のショットが他の選手に対して危険になる可能性を懸念しているようです。彼はもしあのショットが他の選手に当たったら大変なことになっていたかもしれない。彼女のショットは本当にすごいんだけど、同時にコントロールが難しい面もあると思うと語っています。石川遼の言葉は渋野日向子のプレーの素晴らしさだけでなく、同時に彼女のショットが持つ潜在的な危険性も浮き彫りにしています。ネット上では石川遼のコメントに対して様々な意見が飛び交っています。渋野のショットは本当にすごい。でも石川遼の言う通り、ちょっと怖いかもしれない。石川遼は渋野の才能を認めている一方で、彼女のショットのリスクも理解しているんだね。渋野のショットは見ていて本当に面白い。でも石川遼の指摘は確かに正しいと思うなど、多くの意見が寄せられています。渋野日向子のホールインワンは多くのゴルフファンを魅了した一方で、石川遼のように彼女のプレーに懸念を抱く人もいるようです。渋野日向子、ホールインワン、衝撃。渋野日向子が見せた尾崎雅史も期待する驚愕のホールインワン。女子ゴルフ2024。2024年の女子ゴルフ界を席巻する渋野日向子選手。その圧巻のプレーは、もはや伝説級。今回は、あの尾崎雅史氏も期待を寄せる、渋野選手の驚愕のホールインワンシーンを大公開。鮮やかなグリーンに映える白いボール。力強く振り下ろされたクラブ。そして、静寂の瞬間。ボールは、一直線にカップへ吸い込まれていく。まさに芸術的なショット。ギャラリーからは、歓声と拍手が沸き起こり、その場にいた誰もが息を呑んだ。渋野選手は、このホールインワンについて、正直、入ると思っていませんでした。でも、あの瞬間、ボールがカップに吸い込まれていくのが見えた時は、本当に嬉しかったですと、笑顔で語った。彼女の持ち味は、何と言っても、その抜群な安定感と、どんな状況にも動じない強靭な精神力。その実力は、すでに世界トップレベルに達している。しかし、それでも、彼女は、謙虚に、そして、常に、前向きにゴルフと向き合っている。今回、渋野選手が達成したホールインワンは、彼女の潜在能力の高さを改めて証明するものだと言えるだろう。今後の活躍にも、目が離せない。
ネット上では渋野選手のホールインワンに称賛の声が至るしている。渋野選手のホールインワン、鳥肌が立った。本当に素晴らしい。圧巻のショット、さすが渋野選手。このプレーには尾崎正史さんも驚いたでしょうね。渋野選手の今後の活躍が楽しみすぎる。渋野日向子選手のプレーは私たちに感動と勇気を与えてくれる。